事件の真実だ。事件の発端は2日前、モノクマが追加の動機を発表した時だ。ここで追加された殺し合いのタイムリミットが結果的に犯行の引き金となってしまったんだ。それを聞いて団結してモノクマと戦おうとする人たちもいれば、それぞれの考えで独自に動く人たちもいた。僕も首謀者を見つける作戦を思いついて、ある人に協力してもらうことになったんだけど、まさかその人が犯人になってしまうなんて、その時の僕は考えもしなかったんだ。僕と犯人は首謀者の正体をつかむために図書室に隠しカメラを仕掛けることにした。図書室には隠された扉があって、そこを何者かが出入りしている形跡があったから、タイムリミットになればモノクマを出動させるために首謀者がここを訪れるはずだと考えたんだ。そして翌日、僕らは罠に使うカメラをイルマさんに改造してもらうため、必要な材料を揃えに倉庫へと向かったんだ。僕らが必要だったのは使い捨てカメラと防犯センサーだ。それさえ手に入れればいいはずだったんだけど、でもここで犯人は見つけてしまったんだ。殺人に利用できる凶器をね。そう、砲丸の弾だよ。犯人はカメラをリュックに入れながら、同時に凶器の砲丸もしまっていたんだ。そして事件当日、殺し合いのタイムリミットの日、イルマさんが改造してくれたカメラを受け取った後、僕と犯人は図書室を訪れた。そしてすぐに僕らはカメラを仕掛ける場所の検討を始めた。だけど犯人の殺人ギミックの準備はすでにこの時から始まっていたんだ。通気口の蓋を外して通気ダクトの中に立てかけておき、本棚の上にある大量の本を整理するふりをして移動させていった。そして最後の本棚では百科事典を開いたまま本棚の上に置いた。一見何気ない行動に見えていたけど、犯人はこの時凶器の通り道を作っていたんだ。さらに犯人は防犯ブザーと連動した改造カメラにも細工を行っていた。他のカメラは僕が仕掛けたけど、そのカメラだけは犯人が仕掛けていたせいで、僕は気がつくことができなかったんだ。犯人がカメラをガムテープでがっちりと固定し、フラッシュ機能をオンにしていたことに。こうして図書室に罠を仕掛け終えた後、僕と犯人は1階にある階段横の教室に移動して、そこから地下に降りる人を見張りつつ、防犯ブザーが鳴るのを待ったんだ。見張りの途中で僕らは桃田くんをはじめとした7人が
地下に降りていくのを見かけた。その中には天海くん、今回の被害者の姿もあった。桃田くんたちがゲームルームに入っていくのを確認した後、僕が教室に戻った時だった。タイムリミットが残り1時間であることが告げられ、直後僕が持っていた防犯ブザーの受信機が鳴ったんだ。僕は首謀者が隠し扉に来たんだと思って、すぐに教室を飛び出して図書室へと向かった。その時の僕は焦っていた。一緒に行動していた犯人を置いていってしまうほどに。でも今思い返せば、そこが殺人を食い止める最後のチャンスだったんだ。犯人は僕が教室を飛び出した後、隠し持っていた砲丸をリュックから取り出して、それを教室の通気口へと投げ入れた。この瞬間、犯人の殺人ギミックが動き出してしまったんだ。防犯ブザーが鳴った時、図書室では天海くんが動く本棚を動かしていた。この時犯人が図書室に残した仕掛けも同時に動き出していたんだ。まず防犯ブザーと連動した改造カメラがフラッシュを焚きながら天海くんの姿を映した。当然天海くんは隠されたカメラの存在に気がつき、そのカメラを調べようと本棚に近づいてしまった。そう、犯人はカメラのフラッシュによって天海くんを凶器の通り道の先に誘導したんだ。一方で犯人の手を離れた砲丸は教室の通気口から通気ダクトの中を転がり、図書室の通気口から出てきて、今度は本棚の上を転がって移動していった。通気口の蓋も本棚の上に整理された本も、全てこの凶器の通り道を作り上げるためだった。普段なら砲丸が転がる音に気づいたかもしれないけど、この時は特殊な状況が犯人の味方をしたんだ。殺し合い促進ビデオだよ。あのビデオの音で砲丸が転がる音はかき消されたんだ。そして砲丸は凶器の通り道の先にいた天海くんの頭上へと落ち、彼の命を奪った。防犯ブザーを聞いて駆けつけた僕らが図書室に入った時、すでに殺人は終わっていたんだ。天海くんの死体を確認した時、犯人はこう考えていたはずだよ。首謀者は死んだ。これで殺し合いは終わる。これでみんな帰れるって。でも犯人の願いが叶うことはなかった。天海くんは首謀者なんかじゃなかったんだ。僕らみんなを救うために行われた殺人、それがこの事件と犯人の真実。そして君の嘘の正体なんだ。超高校級のピアニスト
赤松楓さん。これがこの事件のすべてだよ。そんな本当に赤松さんが犯人なの？あ、そっか。確かに信じたくない真実だけど、それでも犀原くんがすべてを明らかにしてくれたおかげで、少なくとも今までの赤松さんを信じることはできるわ。今までの赤松さんを？たとえ殺人を犯したとしても、今までの赤松さんの言動は嘘じゃなかった。私たちを守りたいと言ってくれた彼女の言葉は嘘なんかじゃなかった。それさえも嘘だったとしたら、この先何にも信じられなくなっちまうところだったな。優しいんだね、みんな。私はみんなを裏切っちゃったっていうのにさ。違う、裏切ったんじゃない。だって君は僕らを救おうとして。犀原くん、やるじゃん。さすがだったね。さっきの君は本当に頼もしかったよ。でもまだまだだけどね。もっと早く俺のターンにしなくちゃダメじゃん。本気を出したら君はちょっとすごいんだからさ。赤松さん、なんてだよ。なんでそんな風に笑うんだよ。なんでまだ僕を勇気づけようとしてくれるんだよ。なんてなんだよ。なんで周りのことばっかり考えるんだよ。そうじゃなかったら君はこんな殺人なんて犯さずに済んだのに。なんで君はそうなんだよ。ごめんね。はい、ストップ。そういうのは裁判の決着がついた後にやってくれる？ようやく議論の結論が出たみたいだし、じゃあ投票タイムだね。貴様らお手元のスイッチで投票してね。必ず誰かに投票してや。投票せんと無駄に一人減ってまうからな。それでは白と黒の運命を分けるワクワクでドキドキの投票だ。終わったようですね。それでは早速結果発表に行きましょう。投票の結果、黒となるのは誰か。その答えは正解なのか不正解なのか。
よかった。ああふざけんな。そうじゃないよ、わかんないですよ。お願いします。まったくだぜ。あのさ、だからそうだよ。あんたは。うん。なるほどね。
そうだな。まあね。それは、ごめん。なるほどね。コーナーなんだから邪魔したらダメなんだよ。中華邪魔しても無駄。えぐい猿でいてまうで。残酷だけどみんなが死ぬよりは一人だけ死ぬ方がいいと思うわ。うるせえ。俺は死んでもてめえらの言うことなんぞ聞かねえからだ。赤松は命がけで戦ったんだ。だったら俺も命がけで戦ってやる。来るなら来い。ゴンダの力はこういう時のためにあるんだ。ここで戦わないようなら紳士とは言えない。兵器にネオ合気道が通じるか試してみるいい機会かもしれません。僕だってもうやめて。やめてよ赤松さん。
私は。どうして？
ナム阿弥陀仏。
の。おい、お祈りだよ。なんだよ、わからん。いい加減にしやがれ。うるせえ！ちくしょう！バカ野郎！え？部屋を食いしばれ！桃田君、それは殴る前に言うべきセリフですよ。てめえは赤松の言葉を聞いてなかったのか。あいつはてめえを信じるっつったんだぞ。てめえに自分の思いを託すっつったんだぞ。それなのにてめえはなんだ、モノクマに文句の一つも言わずに黙り込んでよ。それでもてめえは男かよ。とりあえず、うん、だったらけっけっけ、ごめん。あの、あのさ、ねえ、あのな、そうだな、うん、いいか、あのな、
こにピアノでもあれば君を励ます曲が弾けたんだけどね。ドビュッシーの月の光とか、ああいう綺麗な曲がぴったりだと思うんだ。水面に浮かんだ月みたいに心が穏やかになれるいい曲なんだけど。あ、わかっちゃった。実は私も震えてるんだよね。でも犀原くんがいなかったらもっと震えてたと思う。震えて何もできなかったと思う。私は犀原くんがいてくれてよかったよ。君がいてくれたからこうして立ち向かえてるんだもん。犀原くんがいなかったら首謀者を追い詰めようって勇気も出てこなかったよ。だからもっと自分に胸を張ってよ。私は君を信じてるからさ、君も自分を信じてあげてよ。うん、やってみるよ。できるかわからないけど、いや、やるよ。僕は僕を信じる。もう目をそらさない。僕はみんなのために真実に立ち向かう。みんなと一緒に出たいって言った君の思いを僕は絶対に諦めない。約束するよ。君と僕の約束だよ。うん、約束だよ。あとは任せたからね、犀原くん。さようなら。